はい。というわけでね。えー、仮面ライダー、ガッチャード、アンド、仮面ライダー、ギーツ、最強ケミガッチャー大、大活大作戦、ということでね。えっ、ー、と、12月22日に映画が公開されたんですけど、まあ、それをちょっと初日に見に行きました。まあね、相変わらずやっぱ仮面ライダーの映画ということで、CG とかね、話にもかなり気合が入っていて、序盤から、ね、終盤まで飽きない展開でね、非常に楽しませていただきました。まあ、最初はね、もうざっくりなんか、ネタ映えなしの、 感想をして、まあ、数分ぐらいやって、その後ね、まあ、普通にネタバで会いの感想を言いたいと思うので、まあ、ちょっとあの、タイムテーブルみたいな感じで時間区切ってるんで、まあ、まだね、映画見てない人は最初の数分間だけね、見ていただければなっていうふうに思います。自分も本当にリラックスして話してね、あの、まあ、気持ちを伝えたらっていうふうに思います。ま、あね、まあ、率直な感想を言うと、まあ、あ、やっぱり、なんでしょうね、ガッチャードの、そのお祭り展開みたいな。<laughs> のノリが良ければいいんだよみたいな感じがね、伝わる映画でしたね。細かいことがいいんだよ。もうかっこよかったら、かっこよくてね、思いが伝われば、それでいいんだよっていうね、ことを感じさせる映画でしたね。すごなんか、ダイジェストみたいな <laughs> 映画でしたからね。うん、なんか、めちゃめちゃその深い話があるっていう。 わけではないんですけど、まあ、そのギーツケミーの、今カットしよう。<laughs> ここは <laughs>、ここはカットしよう。うん。あそんな深い話があるわけじゃないんですけど、まあ、やっぱり話的にもね、なんか感情を揺さぶってくるような展開が非常に多かったので、うん。ああ、これ、かっこいい、ここかっこいいとこみたいな。あここは、なんかしみじみするな、みたいな感じでね。なんかもう映画の、その表現点みたいなが、 もうダイレクトに伝わりやすくて子供とかにもねあの分かりやすい内容でね非常に楽しめる内容な脳脈なんて問わずね誰しもが楽しめる内容なんじゃないかなっていうふうに思いましたやっぱり序盤から戦闘シーンとかが非常に多かったんで、まあ、そういう部分ではねやっぱアクション大好きな自分としてはかなり楽しめたなっていうふうに思います毎回その,その技術技術のまああのエース以外のね、まあ <ト>リオ <laughs> いやなんちゃってトリオがまあ,あの相変わらず、まあ、バチャバチャしてたね <laughs> っていうのもありますしまあそのガッチャード組もねまあ,あテレビ本編の本当に通りですね本当にテレビ本編のこのいつも通りの錬金術アカデミーズみたいな人たちと一緒に、まあ、ただただ本当にみんなとねその技術の、えー、人みんなとね一緒に の問題を解決するっていう感じだったんでね。まあ、本当に、まあ、黒幕とかもね、ちょっともうちょっと言いたいんですけど、まあそこはね、まあぜひ映画を見ていただいてから、まあ、見てほしいなっていうふうに思います。はい。というわけでね、まああとは、まあギーもね、出てたんで、まあギーが本当に自分ね、あの最終フォームの中では特にね、好きなライダーだったんで、 携帯なんでね。まあ、それが出てきてくれたというのは非常に嬉しいですね。はい、いやあ、本当にアクション面では本当に大満足でしたね。ではない。そういうの内容もまあ、あのー、分かりやすいストーリーで非常に楽しみました。はい、というわけでね。えっ、ー、とネタバレなしの発想1点、こんぐらいにしておきましょうか。いもこれからね。あのもう数分これから。あのネタ出会いの感想バレへのアンスバーバー行ってくんで、あのー、帰ってください。 まだ見てない人は <laughs>。まあぜひね、まだ見てない人も、まあうん、まあ見ない方がいいですね、この後は <laughs>。普通に個人名とかバンバン出しちゃうんで。はい。えー、っと、じゃあ、はい、買いましたかね、皆さん。<laughs> まだ見てない人は買いましたかね。はい。というわけでね、えー、っと、じゃネ、ね、タバイの完成でいきたいと思います。あまずはね、まあ、その技術ツケミなんだっけ、えー、っと、 最初ね、ギーツケミの声優さんが発表された時は、なんか VTuber のなんかせい、な本業じゃない人の声が当て、当たってて、結構なんか批判みたいな感じでありましたけど、まあ、本当に、もうギーツケミのね、なんでしょうね、その序盤の、まあコン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 ,コンばっかり言ってる、まあそ、その時もね、やっぱ動物的な可愛らしさもあったし、やっぱ終盤のね、 まあ、あの、急にしゃ、急に喋り出したからめちゃめちゃびっくりしましたけど、いきなり喋り出してね、まあ、エースに語りかけるシーンっていうのもなかなか、あそこはやっぱり感動しましたよね。うん。で、こん、お前だったのか。<laughs> もう、国語の教科書に見たことあるって、それみたいな。<laughs> 国語の教科書に見たことありますよ。その、やりとりみたいな。かばって、倒れて <laughs>、お前だったのかっていうね。まあ、もう一度、またね、その、 まあエースが学生時代の時に、まあね、飼っていた犬で、まあ交通事故でね、まあ亡くなっちゃって、うん、でまあ、それで一回別れたんですけど、まあ、今回ね、まあの、まあ魂みたいな感じで、まあ、その紺の魂みたいなやつがあって、まあそのね、まあウィザーて、クロスウィザードの魔法のおかげで、まあ奇跡的にね、ギーツケミィとして姿を宿すことができたっていう感じでしたね。うん。 まあ具体的な説明こそなかったでしたけどまあまあまあ納得のいく偏見ねそのギーツケミの誕生の仕方でしたね結構物語にも多く関わってきた,きたんですけど、まあ、やっぱりね、まあ、登場キャラが多かったんでめっちゃかなんか本当に泣くほどあのシーンが悲しかったかって言ったらまあ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 でも悲しかったけどでもやっぱ登場キャラが多かったからあまりギーツケミに 時間避けなかったのかなーっていうふうには思いますね。うん。やっぱりその、まあ、序盤から中盤にかけての、まあ、その、まあ、レベル10を捕まえるゲームみたいなやつがかなり時間かけてやってたんで、まあ、本題に行くまでにね、まあ、結構時間がかかったやつを。で、たそこに時間かけてたんで、やっぱ本題カーのね、あの、まあ、ぎその、技術キラーの、まあ、黒金さんでしたっけ その,ね、その戦いが、あ、でもごめんなさい、くぎでしたね。くぎみ人さんですね。その戦いが、まあ結構ね、まあ序盤、結構爪爪になってた気がしますけどね。まあそこはね、まあその分、その密が、密度が濃かったんで、そこの分では非常に満足できましたね。はい。またやっぱクロスウィザードの声がかわいかったね。<laughs> やっぱ高橋りえは、りえさんはすごいな。えっ、ー、とね、自分は、 高橋理恵さんのその声を知ったっていうのが、まあ、D0 から始める異世界生活のエミリアで、まあ、エミリアもね、その魔法を使うっていうキャラなんですけど、ま、なんか何かとね、魔法と高橋 d はすごい相性がいいですね。<laughs> ま、その、なんだっけ、このスバのね、メグミンか、とかもやってましたし、なんか魔法の女性キャラみたいな、 感じていったら、高橋での印象が強いですよね。ってことは、クロスウィザードは女性なのかうずっとね、ウィーウィー、ウィ,ウィ,ウ,ィウィって言ってたもんね。ウィウィ,ウィって言ってましたから、ね、そこの部分も非常に可愛らしかったですね。まあでも結構悲しいキャラでね、もともと人間と一緒に遊んでて、それが一緒に楽しかったんですけど、まあ、いつも前かその周りに人間がいなくなっちゃったっていうね、悲しい額を持ってますけど、 なんか、クロスウィザーとかなんかしたんですかね <laughs> 子供たちが急にいなくなっちゃったから、うん、なんかね、うん、うんこ、うん、のぐそしたとか、なんか周りに控えるようなことしたのかなとか思ったんですけど、なぜね、クロスウィザードの周りから子供が離れてしまったのかっていうのは、もうちょっと説明は欲しかったですけどね。なんでしょうか、異種族の関わりはやっぱ難しいってことなんですかね。異文化交流はやっぱり難しかったってことなんですかね。 やっぱ喋れないっていうのもでかいんいやでもこ日すれば喋れるもんないやなんで周りからいなくなっちゃったのかちょっと分かんないですけどねはいでまぁ、あ、あのー、まあれですよ釘宮リヒトがなんかちょ結構テレビには出てたんですけどうん、うん、テレビ出てたんですけどね実は技術の関連のキャラクターだったっていうのがここで判明しましたねうんいやなんかあれだスパナがなんかうさんくさい やつだって言ってましたけど、確か本編で言ってた気がするんですけど、まあ本当にうさんくさいやつだったっていう感じでしたよね。やっぱスパナは、やっぱそういう人を見る目はあるようですね。うん。見抜く力っていうのはあるようですね。でまあ、ウィザード、クロスウィザード2回取り込まれてたもんな。本当に不憫なキャラクターですよね。でまあ、組合人が、まあ、吸い取って、ウィザードマルガムとかね。またやっぱ技術キラーですよね。 このギーツキラーで、まあ、本来は、あの、まあ、エースを取り込もうとしたんですけど、まあ、ね、ギーツケミがかばったことで、ま、取り込んだと、ギーツケミが。もうこれね、アナザー・ギーツでいいんじゃねえかって、見た目的にももう完全にアナザーついてるやろみたいな感じがあるんでね。うん。なんか、ね、でもかっこよかったな。<laughs> でも最後、巨大化しちゃったもんな。なんでしょうね、ギーツの敵キャラは、 映画のキャラは、あの、巨大化しないと、なんか、あるんですかね、ノルマみたいな、巨大化ノルマみたいな、ちょっと戦隊っぽい感じがありましたけどね。うん。急にね、あの、キスター・ガッチャードになった時に、急に巨大化しましたからね。巨大化はもうなんか、負けのフラグみたいなとこありますからね。もう、まで、えっ、ー、と、4人の、えっ、ー、と、黒木牲を見た人だったら、もうね、巨大化したら、ああ、これ負けるやつやな、みたいな。 怪獣にぶつかるやつやなーみたいな感じでね。まあ温かい目で見てましたけど。でも、やっぱ最後のね、スターガッチャードとギーツ9の共闘は、めちゃめちゃかっこよかったですね。あの、とどめ刺す時の。ギーツは、まあ頭ささ逆さまになって、まあ、キックしてね。まあ大体なんかダブルキックって、その左右で並んでキックみたいなイメージありますけど、なんかね、ギーツ9とね、スターガッチャードの、 ピークの仕方はなんかまあ、上下になってて非常にかっこよかったですね。でまあ今日はレーザーブースが出たのはちょっと意外でしたね。なんかあの後々調べたらなんかツイッターでなんかあと何日みたいな感じでツイッターでね予告予告？X <laughs> X でいいのかな？予告でやってたと思うんですけど、まあ、レーザーブースとかなんかその予告に出てたらしくてまあ、なんか分かる人だったらなんか分かったみたいなうんあ出るんやなみたいな感じで。 だしたったらしいんですけど、自分はその映像を見てなくて、まあ、本編でね、まあ技術は出て、まあ敷いて出てた、出たとしても、まあ、マグナムブーストと、まあ、技術ないんかな、みたいな、この二人、二つぐらいかな、みたいな感じを思ってたんですけど、まあ、まさかね、レーザーブーストも出るとはね、まさか思いもしなかったですね。もうこれでまた、あれですね、レーザー、レーザー、が高騰しちゃいますね。もうね、またね、レーザー、レーザー、レーザーブーストを 発売からだいぶ経ってますけど未だに中古ショップとかでも値段下がらないですからねうん本当に1万とかあれもともとね定価よりもまだまだ高いもんなまあいかにねそのギ、まあ、技術のそのバックドとかなのでおもちゃの人気がいかに素晴らしいかっていうのが分かりますよねほ、まあ、本当によくできたまあ上から目線みたいな感じで申し訳ないですけど本当にもう何回遊んでても 飽きない、飽きが来ない。本当に何かそんでも楽しめるね。本当に素晴らしいおもちゃだなっていうふうに思いますね。うん。やっぱね、技術内にかっこよかった、あじゃ、かっこよかったけど、まあ、まあよく言えばね、やっぱもうちょっと無双してほしかったなーっていうふうには思いますね。やっぱ今回ちょっとね、やっぱガッチャード側を立てないといけない都合上、まあ、ね、まあ、特にね、やマジェードっていう、 まあね、リンナが変身する新しいライダーも出てくるんで、まあその都合上でね、どうしてもギ術ツナインを、まあ、足止めっていうか、まあ少し苦戦させないといけない状況が続いてしまったせいで、まあちょっとね、ギ術ツナインが格落ちまでとは床ごとしてなかったから、まあ格落ちまでとはいきませんけど、やっぱね、もうちょっと、なんかもう敵をね、もう、でしょうね、釘宮が変身する、まあそのクロス、 なんか、ビザードマルガムか。ビザードマルガムぐらいは、かもね、もう、一人で無双して欲しかったな、みたいな、とこは、ちょっとありましたね。なんか、ギース嫌いになって、まあ、なんか、もうギーツ、ギースの能力だけでは、だけなんかもう、は、何も全部反射するみたいな、感じの能力を持ってて、まあ、ギーツのような攻撃型な、ね、どうすればいいんだ、みたいな感じで、まあ、そこに、ね、マージェイドとスターガッチョが出てくる、みたいな、展開とかもね、なかなかもう、 まあまあまあ、それはもう指導との僕はね、変なこと言うのもあれなんですけど。まあね、まあ、ギーツナインはね、もうちょっと、個人的にはやっぱ、本当に最強のね、あの、ライダーっていう印象が強いんで、まあそこはもうちょっと無双して欲しかったなっていうふうには思いますね。うん。まあ,あとは、やっぱミッチーは寝たきラなんですね。ふふふ。まあやっぱり、何しに一回ちょっとエースたちと和解してから、まあそういう傾向にありつつありますけど。 今,今回で完全に固定されましたもんね。うん。なんか、狐の目にも、あの、エースが、あの、ギえっ、ー、と、技術けと、なんだか別れて、で、しみじみしてる時に、狐の目にも涙かって <laughs> 言ってましたからね。なんやお前みたいな。<laughs> すごいなんか、うん、ちょっと盤が崩れちゃうみたいな。 うん、ちょっと何言ってんのみたいな感じになっちゃいますよね。で何うまいこと言ったで俺みたいな感じにドヤーみたいな感じになってましたけど。いやすごいことを言ってるけどみたいな感じでしたからね。うん、癖の目にも涙か。前も、しみじみする展開で、ちょっと言うタイミングちょっと道間違えてた気がしますけどね。うん。までも、やっぱそれでだからこそバデバラととね、との掛け合いが、 良かったですねもう自分を行くみたいな我が道を行くみたいなタイプの2人だったんで、まあ、そこはね非常に、まあ、それでねケミーを道具としか思ってな、ね、いバードバードが、まあね、その好きなようにやりなってミッチの好きなようにやりなさいみたいな感じでね、まあ、召喚ケミーかとか解放するところはなかなか来るものがありましたよね、うんあ,のまあ、あのタッグ2人組もしくは3人組でね レベル10を捕まえに行くシーンありましたけど、あのタックの中やったら、ミッチーとスパナのタックが一番好きかもしれないですね。同じ紫で変身できるっていうこともあるんで、はい。でも、まあ、あとは、そうですね、エースが、あの、フォートレス行くときにね、まあ、その、まあ、太郎とね、ケイワが、まあ、え、あの、まあ、特に宝太郎ですけど、まあ、エースに振り回されるっていう展開もありましたね。 なんかね、不快を見せすぎて、エースの言うこと聞くと失敗するから逆のことすればいいやって思ったら逆のことするみたいなもうテンプでみたいな、逆、テンプデみたいなもう反,反逆みたいなことするやんって思いましたけどね。まあまあまあ、なんか純粋だなみたいなね。<laughs> 本当になんか高校生なんだなみたいな高校生だっぽいなんか無邪気な部分が存分に詰まってましたよね。次は騙されへんで、みたいな。 本当になんかドリフとかでやってるようなもう昔からあれなんかこってこてのお笑いみたいな展開やってましたからね、まあ、そのやりてもなんか先輩ライダー後輩ライダー先輩ライダーの余裕後輩ライダーのなんか新鮮感みたいな感じがあって良かったですねでまあおそらくねなんか今回の映画のまあ特にねその第 まあ一番注目された場面みたいな感じになりましたけど、まあ、仮面ライダーマージェイとかね、クドリンネがついに変身すると。いやー、なんかね、あの女性初の2号ライダーみたいな感じで、まあ、とうとう女性ライダーの、もうここまで来たかって感じでしたからね。本当になんか映画限定ライダーからね、まあ3号ライダーになりつつ、まあ、とうとう2号ライダーまで来る時が来ると思いませんでしたね。うん。 とうとあの2号ライダーのね、あのずらーって並んでる2号ライダー一段表に、ちょっと女性キャラが登場するというのはね、なんか、また一つ、仮面ライダーの歴史が塗り替えられたみたいな感じがありますけど、やっぱ戦い方もね、やっぱ女性らしく美しい気品なね、うん、戦い方があって、まあ、ガッチャードの、うん、まあちょっとまあ荒々しいじゃないですけど、蹴る、殴る、バンバンかますぜ、みたいな感じの戦い方とは、 裏肌のなんか最低限の動きで敵を倒すみたいな、まあ、気品ある戦い方がね印象的でしたねうん多分ガッチャードライバーに刺すタイプのまああいつなんか Z1 ドライバーみたいな感じでまあガシェットみたいなやつをはめて変身する感じですよねもうおそらく今後もねまあクロススーパーガッチャとか出てきた時点で薄々気づいていましてまあそうなるだろうなと思いましたけど まあ今後もそういうね、このガチャドライバーに何かをさして、変身するみたいな展開多そうですよね。うん。ということはなんか、このガチャドライバー一応使ってるけど、ガチャドライバーではないんでしょうね、おそらく。ガチャドライバーちょっと見えてるけど、ちょっと別物やで、みたいな。ガチャやってたんでしょうかね。んまあそういう感じですよね。マジェイドの、やっぱね、女性ライターっていうことも、 あるんですか、ね、そう2号ダーのせっかく拡張アイテムなのにプレバン行きっていうのはねなのかまあ難しいところですよねうんまあおそらくそのデバイスのリベダドライバーでしたっけあの作田が使ってリベダドライバーがねプレバン行きになったのもやっぱりまあ男の子向けの男の子中心のねうんまあ最近はやっぱ女性もカメラダ見るようになってるみたいな話も聞きますけど それでもやっぱりね、男の子向けの、ち男が中心で作ってるね、作品なので、やばい、どうなんでしょうかね、その、女性が変身する仮面ライダーのおもちゃっていうのは、それでプレ版に行きやすいんですかね。うん、結構ね、その音楽とかも、大気音とかもかっこよかったから、普通に欲しいんですけどね。うん、まあ、大人とかは、あの、普通にプレ版ねっていう感じで、お金さって差し出せば、 行ってね、まあ、すぐあのバンダイに出すことはできますけど、まあ、子供とかがねおもちゃコーナーとか行ってスマージェードのおもちゃないみたいな感じでね、まあ、あの情報とか知らなかったら本当にマージェードのおもちゃとか手に入りませんからね何かま,あもまだまだね、まあ、問題点は女性代ーの壁みたいなやつはまだまだ、まあ、そうですね、まあ、今後に。 って感じで、すけど、うん、でまあ、あとはそうですね、まあ、無人ソードとファンタジーがあの屋上みたいなところでジャマトと戦ってた場面ありましたけど、まあ、やっぱりマジエドが出てくる都合上、やっぱそういうファンタジーとか、まあ、無人ソードとかね、マークナインとかは、やっぱちょっと、まあ、踏み台じゃないですけど、まあ、そのマジエドが活躍するための場を、場を作った存在だったんかな、みたいな感じになりますよね。 マジエドの活躍は光りましたけどやっぱなんかは購買意欲をマジエドのドライバーのやつをちょっとね購買意欲そそられましたねあんだけ活躍されちゃったらちょっと欲しくなっちゃうじゃんみたいな感じましたねさすがバンダイうまいですね <laughs> あと今回の映画としてるとバルバードのねなんだっけあのこのスパナみたいなやつスパナが持ってるスパナみたいなやつ もうちょっと欲しくなっちゃいましたね。うん。あの、バッファーが自分でガチャって、自分からこの武器の、えー、やべえー、っと、マットウィールじゃなくてなんだっけやばい。で、このね、アイテムの中に自分から入って、自分で勝手に動き出すっていうのは、なかなか面白いけど、<laughs> あそこは結構面白かったですね。もうしょうがね、俺が入ってやるみたいな。何回かで未知、と葉でぶってるけど、いいやつなんだからな。いいやつだからな。 てな感じでね。はい。も皆さんもねちょっと印象的なシーンとか、まあ、このシーン好きだよとかあったら、ぜひ教えていただければなっていうふうに思います。皆さんも特典とかももらってね、まあ、ケミーカードもいっぱい持ってると思うんで、まあ、い,ろいろね、やっぱ、カ面ネダは遊びながらね、見るのが何ぼなんで、見て何ぼなんでね、今後もカ面ネダと一緒にね、成長していきましょう。というわけで、今日はこれぐらいにしときましょうか。 じゃ、というわけでね、最強県民ガッチャ大作戦。さすがにここまで見た人の中でまだ見てない人はいないと思うんで、まあね、またぜひね、2周目、もしかしたら、ね、得点変わるかもしれないんでね、まあ、その時はね、また見に行ってはどうでしょうか。というわけで、ね、最後まで見てくださってありがとうございました。また別の動画でね、お会いしましょう。See you next time!